トゥアレグ、またはトゥアレグ族はベルベル人系の遊牧民。アフリカ大陸サハラ砂漠西部が活動の範囲である。自身ではケル・タマシェクと呼ぶ。中世にはサハラ交易を支えた。しばしば対象を襲撃したことから、好戦的民族として恐れられた。フランスによる北アフリカ地域の植民地化に頑強に抵抗し、第一次世界大戦では、 同盟側に抗往して1915年から1917年にかけてニジェールを中心に武装闘争を起こすが徹底的に弾圧された。アフリカの都市などにより来たアフリカの旧植民地が分割独立した結果トゥアレグは4カ国に分断されてしまい、境遇を同じくする土着アラブ人のモールと抗往する形でアドラールを中心に第一次トゥアレグ抵抗運動が発生した。 弾圧を逃れた多くのトゥアレグが難民と化して、リビアに流入した。1984年、サヘル地域に過去最悪といわれる干ばつが発生し、国際社会が援助活動を行ったが、ニジェールとマリの中央政府が支援物資の横流しを行ったことが問題となった。また、1988年にリビアとチャドの和平が成立したことで、 第一次トゥアレグ抵抗運動以来リビアに逃れていたトゥアレグ難民がニジェールやマリに帰還した。1990年にトゥアレグ抵抗運動が発生した。特に1992年頃からニジェール北部を中心に反政府武装闘争の活動が活発化、外国人観光客を襲撃するなどの武装闘争を展開した。ただし、 大規模な拡大には至らず、政府と和平協定を締結。2002年には武装解除されたと伝えられた。マリのトゥアレグ抵抗運動は北部独立運動へと発展つつあり、それにこうして長期化したトラオレ軍事政権に反発するデモが頻発した。アルファ・ウマルコナレラ軍内部の勢力がトゥアレグに抗応する形で1991年にクーデーターを起こし、 トラオレ政権は崩壊した。その後1992年に北部平和のための国民的条約が締結され、マリーの分裂は回避された。しかし、終戦後も軍部による反乱、トゥアレグへの弾圧は続き、約16万人のトゥアレグモール10人が国外へ逃れた。2007年、再び武装闘争を再開し、活動範囲はニジェールだけではなく、マリー共和国、チャド、 モーリタニアにまで及んでいる。2011年リビア内戦に参加し軍事力を蓄え、2012年1月に開始した独立紛争はマリ軍事クーデターを引き起こした。4月6日にマリにおける北部支配地域アザワードの独立を宣言。トゥアレグ族の分布域現在では、トゥアレグ族は主にアルジェリア、マリ、ニジェール、リビアなどのサヘル地域に分断されて分布しており、 その数は100万から350万人の間のと言われる。使用する言語はトゥアレグ語である。タマシェク語は独自の表音文字を持っている。トゥアレグ族の衣装青いターバンと民族衣装を着用することから正意の民として知られる。一般にイスラーム世界では女性が全身や顔を衣装で隠す習慣があるがトゥアレグでは逆に男性が全身そして顔を衣装で多い。 女性は皮膚を露出していることもある。また、女系社会でもある。アメノカルと呼ばれる主張を頂点とする複雑な階層社会をとる。上級階級の根血が進まないようにするための措置とされる。ニジェールでは他の周辺民族の身分制度も含めて差別を禁止する法律が施行されている。タウデニと呼ばれる遠行から半年ごとにアザライと呼ばれるキャラバンを行う。 ありがとうございます。